私、配信してるんで、いい人だけ、配信されてて嫌だよっていう人は、退出の方ね、すいませんが、よろしくお願いします。どうせ3人ぐらいしか見てないんでしょ？そうですね。一人ですね。自分しか見てないですね。あ、じゃあいいっすよ、別に。1番のプレイヤーは発言してください。はいはい、私からね、うん、最近マイブームなんですけど、うん、明日まで生き残った時に、うん、どっか一つ白置きを作ります。でそこに黒を打った占い師は割と偽で見ます。それは 占い2仕様の場面、まあ、3仕様の場面想定した上で、例えば5番さんが白いな、もちろん投票からもあるので、あくまでも2日目の頭ね、2日目の頭に僕はここだ、白だって思ったところに、黒を打った占い師は割と 95% ぐらいの可能性で偽死します。もちろんその白を機能する理由も言いますし、っていう、単体精査からの占い師精査っていう感じですね。もちろん占い師精査も頑張ります。以上。2番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。即にしようないです。一番さんはなんか面白いこと言ってるなと思ったぐらいですかね。白置きしてそこに黒打った占い師の方を偽に見る、まあまあまあそれもありじゃないですかと思うんですけど、まあ基本的には発言聞いてからかなと思ってる、うん、まあ盤面固まりって盤面と発言次第で霊能するか釣らないかとか諸々も決めていこうと思ってるし、まあ釣り切るか釣り切らないかもね。で、加えて言うなら、占い師が一人いた時点、そこでもう精査は入れるべきだと思ってるかな、その占い師について。で、どん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 精査をしていって、占い師が偽証になった場合は、真偽をしっかりと言うべきだと思ってるかな。全然それぐらいですかね。一番さんについて色は落ちないが面白いこと言ってるなと思いました。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。占い師です。2番さんにランダム白です。2番さんが白です。把握お願いします。まあ1番さんに関しては健康論なので色落ちはないんですけど、まあ単体精査を重視したい人なのかなっていうことが分かったくらいかな。まあ2週目話聞いて考えたいと思います。まあ、霊能に関しては1週目で出てきてくれるとありがたいかなって思うけど、まあ、少なくとも1日目には必ず出てねっていう感じです。あと、まあ、狩りに関しては、グレ詰めするときに出てきてほしいから、3、1番面とか2、2の時は霊能占いから手かけるんで出なくてもまあいいかなって思ってる、まあ、占われそうになったら出てくださいくらいかな、言えることとしては。はい、頑張ります。4番のプレイヤーは発言してください。そうですね、まあ1番さんに関しては僕は2番さんと違って別に面白いこと言ってるなとは思わなかったかな。うん、1番さんって当たり前のことを言ってるなと僕は思ったけど、2番さんは当たり前のことを言ってるなと思わなかったから面白いなと思ったってことでいいのかなと思ってる。まあ、3番さんの、白先なんで2番さんに関しては特には触れないが、3番さんに関しては、まあ、まだわかんないよね。この段階ではまだわかんないよね。1番さんに関しては、まあ、普通かなっていう印象。そんなにおかしいことも言ってないと僕は思ってるけどね。で、3番さんが占い師ということで言ってたのが、霊能は出てきてほしいって言ってたので、僕は霊能使用します。霊能です。よろしくお願いします。うん、3番さんがね、そうだね、偽っぽいなと思ったから出ないでいようかなと思ったけど、一応出ます。霊能です。5番のプレイヤーは発言してください。これ現状1番さんのこと白いと思ってて、で1に黒打ったやつは人外だろうなって思ってます。理由に関して1番さんっていうのはまず噛まれ懸念があったのと、あと自分以外のところに黒が出るっていうことを知ってる人間なんだよね。例えば1視点で5番さんが白かったときに5に黒を打ったやつが人外っていう発言って、1番さん自身が黒を打たれないことを知っている人物であるから、1番さんに関しては白なんだろうなっていうふうに思ってます。くらいです。はい、以上。6番のプレイヤーは発言してください。って感じですね。5番さん、1番さん白い、噛まれ懸念があったのと、自分に黒が出る自信があった、で出ない自信があったか。
すごいですね。それで白く見られるならね、みんな初日全く1番さんの発言コピーして言えばいいのにねって。まあ5番さんすごく攻めっ気があっていいなと思いましたね。印象かなり5番さんいいですね。かね、私自身は1番さんは、まあ、白いとかは別になかったですかね。4番さんは面白くなかったって言ったけど、私はなんか面白いなと思いましたね。あの当たり前のことじゃなくて、一人をあれでしょ、あのたった一人を白置きするって話でしょ。面白いと思いましたけど、まあ、また盤面固まってから聞きます。あ、発言します。7番のプレイヤーは発言してください。ごめん追加しちゃった。まあ途中で切るわ。6番さん今おかしくなかった？1番さんは別に白くなかったって最初言いながら、5番さんと1番さんに触れながら最後1位白いと思ったって今言ったよね。発言の中で結構矛盾を起こしてると思うけどな。え、言ってなくて。なんか変だね。まあ、1番さんに関しては、なんかね、3番さんも言ってたけど、結局何が言いたいかというと、単体精査するってことでしょ。でそこで白を見つけたら、そこに黒を打ったに占い師がいたら、そこを偽で見るって話でしょ。話長いだけで、要約すればええやん、そんなの。なんか話をまとめて喋れないのかなってちょっと思ったぐらいかな。で、5番さんに関しては多分白だね。なんか1番さんを白置きして、1黒を打ったら2戦見るわっていう。あ、面白い。むしろ1号だったら5の方が白いんだよね。なんか6番さん今視点破綻を起こしてたよね。少し。発言の中で矛盾を起こしてたぐらいかな。以上。8番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。4白です。把握してください。そうっすね。7番さんが6番さんに指摘したのはその通りかな。うん、5番さんが白いって言ってたけど、まあ、あの取り方で1号の2号の3強っていうのはまあないのかなとは思ったな。あと別に1番さんの意見がその面白いとか面白くないとか真っ当だか真っ当じゃないとかいう話で、1番さんは普通に危険しそうだなと思った。1番さんが白置きして真の占い師がそこ黒いと思ってるなって本当に黒が出てたら、それ真の占い師は真切るんでしょう。それ危険しそうだなと思ってはいる。3番さんのとこ狼で見てて、相方が、まあ、5から9の中にいるのかなと思っていて、今のとこ5、6、7の発言聞いて、7番さんの指摘は白かって、6番怪しくなってくるのかなと思ってます。9番のプレイヤーは発言してください。はい、9番です。よろしくお願いします。そうですね、3番と8番に関しては、まあ、8番さんが7番さんを白く見えるっていうのは、私としては一緒かなと思ってるけど、8に関しての印象はそれぐらい、3番さんと8番さんの2周目のグレースケールを聞いてから、真偽をつけたいかなと思っています。7番さんに関して白いなと思ったのは、6の指摘っていうのが、まあ、まっとうだったかなと思うかな。なんで誰も聞いてくれてないの？1番さんの進行が面白いっていう進行だったのは、6視点で、一番さんに関してなんか殴るっていうか精査する必要があったのかなって思うし、それに関して5番も精査入れてたから、5番に関しては率直に何だろう、一番の話をこう視点で解釈しているし、1に関しての進行論を率直によく聞く人だなっていう印象かなと思ったかな、5に関しては。だから6番さんが5番さんへの殴りと1番さんの精査が若干違和感かなと現状思っております。1番のプレイヤーは発言してください。はい、発言します。占い師の真偽、まず触れます。8番さんって、めちゃくちゃ引っかかる話してて、まあ僕が白置き、例えばじゃあ、まあいいや、5番さんにするわ。5番さんが白だと思っていて、8はなんか、真の占い師が、そこを占って黒だって、真の占い師って2回ぐらい言ったんだけど、今回って8じゃないの。あなた目線で。にもかかわらず、なんか俯瞰的に真の占い師がって言った発言で、めちゃくちゃ2000見えてしまう。まあ、初日の初旬の発言ね、まず。で、6番さんの発言って、申し訳ないけど、最初は、あ、5番さんそういう意見言うんだ、うんって悩んだ上で、印象いいみたいな発言をしてたと思うから、まあ、どっちに塗ろうか、決めてたんかなっていうのもちょっと思ってしまったけど、結論って、6番さんって5のことは印象いいって言って、1白いなんて言う。聞いてないんだけど。だからその点に関して、僕の把握漏れなのか、7球がそこを精査、8も含めて、そこら辺なんかねじ曲げてんのか、どっちなんやろって思ってしまったかな。だから6番さんの5の精査が引っかかったのと、7球でねじ曲げてる可能性あるって思いました。かな。
で、まあ、9番さんに関しては8番さんのその発言ってめちゃくちゃ引っかからんかった。だからこそ僕3番さんの方が進歩いって思ってます。現状ね。自分が占い師だった時って、真の占い師が、そこを占って黒だったらとか、そんな俯瞰的な目線にならないと思ってるからこそ、8が偽だと思います。割と断言しちゃうんだけど、8割ぐらい今、傾いてる。って感じかな。だから、その6の意見に対してねじ曲げたかねじ曲げてないか、一角した4番さんが聞いてたら判断してほしいんだけど、こういうの村の相違で決めた方がいいと思ってるからね。はい。僕はそんな感じです。以上。2番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まず8の芯は今のところ切ってますね。8番さんの視点がなかったのって3番さん狼に置いたんですけど、3番さんの相方軸が5から9にいるみたいな言い方最後したんです。囲いも追わずに、1番さんの黒目も全く追わずに、5から9にいるって言い切ったんですよ。で、8番さんって確か、あれ何番だっけ ?8 番さんって誰だっけ ?7 か5のどっちか確か白受けしてたと思うんですけど、相方たち結構絞られると思うんですけど、その考察もなく、へーって。8番さん俺の白透けてるんじゃないですか多分。8番さん狼だと思ってます。8番さんの単純な視点のなさ、3ローで置いたのに、囲いすらも追わず、役についても何も触れず、八幡さんの心理はないと思ってる。かな。黒い位置が難しいなと思ってて、6番さんは5番さんに突っ込みつつ、一番さんそんな白くなかったでしょって言って、一番さん面白かったけどねって言ってたけど。ごめん、俺、6番さんが一番さんを白いって最後に言ったのは、把握漏れてるんだ。俺聞けてないんだ。面白いって言ったのは聞こえたけど、白いって言ったかは覚えてない。もし白いって言ってたんだったら6番さんは視点崩壊してるなと思ったから。あれだけど、俺そこ把握漏れてるから7と9の意見が、ごめん。俺の把握漏れのせいでそこが分からなくなってるかな。そこは教えていただきたいかな、この後の人に。もし言ってたのであれば6番さん釣り。言ってなければ別に6番さんって普通のこと言ってるなって、俺と一緒だなって思ったぐらいだから別にそんなに黒くないと思ってる。かな。本会員っぽくないなと思ったのは5番。5番さんが1番さんをそこら安直に白置きできたのって、5番さんが狼になった場合ってグレー狭める行為になってるし、普通に釣れる位置を減らしてることだから5番さんは狼っぽくないかなと思った。ぐらいですかね、今現状は。ごめん、6番さんの把握漏れについてはそれは俺のせいだと思ってるから、そこは俺のミスだと思ってる。それ次第かな。6番さんがもし言ってないのであれば7と9が黒くなる。3番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、2、1番面なので、仮出てほしいです。出てほしいんですけど、そうですね、普通に6番さんって、1番さんのこと白いなんて言ってないと思うんですけど、1、2が言ってたけど、面白いって言っただけで白いって言ってないから、そこ捏造してるのが7級なんですよね。で、なんか8もそれに乗っかってるって感じなので、だから、なんだろう、別に6番さん自身の色は落ちないけど、8番ローで考えたときは、6、8っていうのはないと思うし、まあ、7か9が相方なのかなっていう感じに思ってしまったんですけど、ちょっとそこを把握漏れしてたのではないと思ってるかな。なんか聞き間違えてるのか、何なのかわかんないけど、普通に捏造してたと思います。で、私、2番さんも言ってたけど、5番さんは白いのかなと思って、別になんか1番さん、その進行論だけで白いかどうかっていうのは分からなかったけれども、5番さん自身、1番さんを白置きした場合って、あまり狼としてメリットないと思ってるから、まあ、なんかそういう白要素の取り方あるんだなっていうふうには思ったけど、結構首絞める行為なので、5は白いのかなって思って、だからまあ7番さんは5の白要素取ったところはいいなっていうふうには思ったけど、6の発言ねじ曲げてるんで、ちょっとそうですね、まあ現状7級どっちかっていう感じで考えてます。はい。4番のプレイヤーは発言してください。そうですね、非常にちょっと難しい場面で、まあグレーがちょっと多すぎっていうのがあるんですけど、まあ、1番さんが言ってたのが、6番さんの指摘に関して、6番さんは確かになんかちょっとはっきりしなかったなっていうのはちょっと印象があった。5番さんとか1番さんに突っ込んでたのがどっちなのっていう、僕も正直1番さんとそこは同じ考え、6番さん人外もあるのかなと思ってる。で、3番さんに関しては、
3、8か。まあ、3、8に関してまだわからないんで、3番さんの話を聞いて、ちょっと7、9、7、9は別に割と黒っぽいとこなかったかなと思ってるんで、そこは3番さんとは違うのかなと思ってるが、まあ、8番さんも意見を聞いて考えたいと思ってるかな。僕はそうだね。今んとこ6、まあ確かに5番さんは白い。色付けを迷ってたとは思うが、まだ全然わからない。グレーがちょっと多すぎるね。5、7、9。1番さんは割と白いかなと思ってるかな。まあ1周目の発言と2周目もちゃん、聞いてそうだね。ただ7、9に関してもまだわからないし、5番さんも白っぽいなと思う。まあ、グレーから行くのであれば6。まあもちろん2周目ちゃんと聞いてしっかり考えたいと思ってます。よろしくお願いします。5番のプレイヤーは発言してください。6番さんはまず、自分の主観だと言ってないと思う。2番さんが言ってた通りだと思って。かつ、他の人が6が5を叩いてるって言ってるんだけど、自分としては叩かれてるって思ってなくて、うん、6って、5番さんの意見まだ早くねって言ってるだけであって、うん、そこで様子を拾おうとしないから6番さんの様子が落ちてないってだけだと思ってる。6番さんが一番色が見えてない。7に関しては6番さんの自主点はね、7番さんが勘違いしてるのか俺が勘違いしてるのか分かんないんだけど、捏造してる。ただ5番さんのことを白置きしたっていうのは、3番さんの言った通り評価できるポイントだと思ってる。9番さんっていうのは7と8に乗っかっただけなんで完全に便乗位置になってるから、今日に関しては6と9どちらかでいいと思ってるんだけど、以上です。6番のプレイヤーは発言してください。まず一つずつ整理しますね。1番さんはまず一人を白置きするという、まあ面白い、別にこれ肯定でも何でもないよ、なんか奇抜な意見を残しました。でそれに対して4番さんは1は面白くないよと言いました。で、それは、当たり前のこと言ってるだけじゃんって言ったから、私は、いや、そんなことなくないと。一番さんは、たった一人を白置きするっていう、まあ、面白い。まあ、それはいいか悪いか知らんけど、面白い意見ではあったよって言いました。で、次に、白いとは言ってません。多分、面白いっていうのが多分そう聞こえたのかな。7番さん、9番さんかな。で、一番さんが言ってた、色付けを迷ってたっていうのはね、まあ、若干ね、皮肉ったんだけど、伝わってなかったかな。いや、そんな進行論あるんやったら、わしも言うわい、みたいな。ね、一番さんの、最初の進行論をみんなコピーして言えばいいじゃんって話をしたと思うんですよね。だから若干皮肉ってたから、5番さんのことを白いと言わなかった、印象いいに留めておいたんだよね。っていうまでに、でしかないから、それ以上でもそれ以下でもないんだよね。で、そっから安易に、まあ、聞き間違いなのかもしれないけど、ね、7番さん、捏造なのかな、まあ、聞き間違いなのか、まあ、この後の発言したいだけど、すごい安易に、なんか矛盾してる矛盾してるって言って、私にヘイトを向けてきたよね、7番さんから。で、8番さんも安易に乗ったかな。で、9番さんに関しては、1番さんの精査する必要あったのかって私に言ってきたんですよね。7の精査全うって。私1の精査なんて何もしてないよ。進行論は面白かったって言っただけだよ。めちゃくちゃだよね。もう完全に9番は、7、8の順番で、もう私が、初日釣れるって確信して乗ってきたっていう風にしか見えなかったね。うん、もう今日急釣りでいいと思う。5番さんはやっぱ、初日の強めの意見っていうのが印象良かったし、まあ、1番さんもしっかり聞いてたなっていうところで、今日急釣りで。7番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。まあそうやな、6釣りでいいかなと思ってるかな、普通に。なんか6番さん言ってたけど、なんか5印象いいって言って1白いかって言ってたよね、6番さんね。1白いかっていう、それ精査してるよね。で、最後に、途中で1は面白い進行論を言ってるけどって言って、最後に1白いってはっきり言ったからね、6番さん。うん、2周目がね。はっきり言ってる。で、これわしね、2-3が相当怪しいかな。2-3人狼6強人とか、36人狼2強人とか普通にあると思うよ。2番さんってさ、8の芯切ってますっていうその理由がさ、3の2の囲い見ないで5級にいるって言ったのがおかしいって言ってるけど、8番さんが芯占い師だった場合っていうのは2番さんって普通に占い師になるじゃん。だったら5から9の間に3の相方を探すのがまず先決でしょ。
蜂の発言って全然おかしくないんだよ。あの発言だけで蜂の芯を切るって言った2番って相当怪しいと思ってるから、わしはね。違う？で、1番さんの2周目の発言も別に黒くないし、5番さんの反応も黒くないんだよ。6は黒いんだよ、普通に。普通に黒い。2、3、6、ここ三人街じゃないかなって思ってる。9番さんが言ってるのは全然おかしくないから。8の7は白いは一緒って言って、その精査で落としてるから全然おかしくないよ。言っとくけど。捏造捏造言ってるけど、6番さんは確かにその発言してるから。だったら8、9ってわしに対して叩くでしょ。そんなこと言ってないよって。1、2、3が指摘したじゃん。で、6は9釣りでしょ。これ絶対6人外でしょ。6行くわ。8番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ1番さんになんか進行論を一般論で述べて俯瞰要素、俯瞰的な発言で芯切られたけど、まあ1番さんはそういう要素の取り方するんだから、まあ別にいいわと思ってるけどね。で、2番さん自分の黒追わないのって、なんかめっちゃ占われたがってるから、僕は2番さんが21番面であれば強靭味あるのかなと思ってますけど。で、3黒で6釣りたくないんでしょう、うん。6も結局、どうなんだろうね。9釣りか。まあ、6金のランでいいと思うんだけど、3が7、9合わせってところでね、僕の目線から、7、9を隠したいのかなと思っているんだけど、7番さんの目線っていうのが自分を芯で見てるっていうことなんだよな。まあ、釣りたくねえなって思っちゃうね。率直にね。もう回収しに来たな。うん6番さんって占い精査全くつけなかったね。で、9釣り1本か。7番さん2周目別におかしくないし、自分のシーン見てくれるんだったら7番さん残したいと思ってるんですけど、9番さん発言次第だけど、現状6球のランで9が黒くなければ6いくかなと思ってますけどね。別に2番さんが言ってたけどさ、じゃあ 1、2 で何の黒要素があったの、自分が占われるの、怪しまれるような発言した自覚でもあったんですかっていうところだよね。で、なんで俺がそんなに3人の囲い追わなきゃいけないのっていうこと。3番さん狼でいいんだったら、白占いに白誤爆するよりは、普通にか、囲いとかではなく普通に白出すでしょと思って。9番のプレイヤーが発言してください。私はじゃあ1番さんの進行論乗るんだったら、私は7番さんを白弾きするかな。6番さんって最終的に1番さんの精査面白いって言ったんでしょ。面白いってプラスの印象だと思っているから、6番って若干1番の精査に入って5番に関しても1番さんの精査が早いんじゃないかって残してるってことは、6視点で1と5に関してもそんなにプラスの様子が取れてないんでしょ。でも6視点って最終的に1番さんの発言が面白いって言ったんであれば、私目線はプラスの印象を6番目線で1につけたと思っている。だからそこに関して6番さんって矛盾してるんじゃないかって指摘をした。7が白いって言った。そして8に関してもその7が白いって言っていて、5番に関しても1番の話をあの進行論だけで1番さんを白いんじゃないかって置ける5番さんに関しては率直に話を聞く人だなっていう精査を起こしてるんだけど、で6番さんに関しては78のなんだっけ、78とこぞって9が6を釣り落ちてるから9が黒いって、じゃあ6視点で78どう見えてんのって思った。6視点で7と8が7と8の便乗した9が6を釣れると思ったから、じゃあ6視点で7と8の精査ってどう見えてるのって思ったけど、6ってほぼほぼ9しか叩いてないと思っているから、8と3の精査ってどうだのって思った。3番に関しては7と9が捏造したから黒いって言ってるけど、それだけですかって思った。他のグレー精査はって思ったかな。5番が白くて6に関しても釣り位置じゃない。じゃあ1と、あとはと思ったんだけどね。3番偽かなと思ってるけど、捏造したから黒いっていうのは正直不当だなと思っている。最終的に面白いって私はプラスの印象だと思っているから。5番さんに関しても発言はしっかりしてるなと思うけど、便乗位置だから黒いっていうのはあくまで不当だと思ってるけどね。私自身で共感視できる人が8と7だったから、8と7の意見で白いなと思っただけなんですけど。私は6いきます。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。いや、釣られそう。絶対これ8、9でしょ。
6番のプレイヤーは発言してください。いやー話聞かなすぎでしょ。だから面白いっていうのも皮肉なの。9番さん精査じゃなくて言ったやつ説明したでしょ。皮肉なの。そんな初日から白いって見れる進行論があるんだったら私だってそんなん言うよっていう。だから面白いねっていうのはそういう皮肉ね。それが精査したからなんですか。私が黒いんですか。意味わかんない。わかりました今9番さんの話聞いてて。どういうこと。面白いっていうのは精査だから、で便乗っていうのが不当。もうめちゃくちゃでしょ。もう十分でしょ。だってごめん、優先順位つけるか。まあ8はもうほぼほぼ黒だね。私にとどめを刺しに来たよ。7番さんの意見に便乗して38のなんだ精査をつけてないから私は黒なんですか。さ、あんなつける時間ないじゃなって、あんなさ、みんなさ、789がさ、聞き間違いしてんのにさ、123とか、一応正してはくれたけど、自分の聞き間違いなのかなって言われてる状況でさ、説明するしかないじゃん、丁寧に。そんな状況でさ、38の精査なんて届くわけないじゃん。で、しかも、7番さんに関しては、私は言ったよ。2周目の意見を聞いて、1番さん白いって思ったって聞いたよ。私に対する指摘も、まあ良かったし、8番さんに対する、主観的じゃなかったって意見かな。占い師がそこを、これ聞き間違えてたごめんね。占い師がそこを、黒だと思って占って黒だったらどうするんですかって話が出たのは、それが主観的じゃなかったって意見だったよね。確かね。それがすぐ白いと思ったよ、明確に。いや、これ8級だね。7番さん、かつ、8番さんはさ、もう完全に7番さんにすり寄りに行ってる。7番さんはね、利用されに、るよこのままだと。うん。9、ああ、もう時間が足りない。7番のプレイヤーは発言してください。いや、そもそも利用されるも何も、わしの精査で23が怪しいから、236が三人がいるんじゃないかっていう精査を落としてるんだよ。3番がわしに入れるのはいいよ。3番が真の占い師で、わしの考察間違ってるんだったら、3番さんにとってわしは邪魔な存在だから、消したいっていうのはわかるけど、6番さん目線ってさ、なんでそんなに7を白に見れんの。見てねえよ。ね。見てねえよ。そもそもそこはおかしくないか。どういうこと。見てねえよ。わしは6に叩いてるにかかわらず、6は7を村あったかも村かも、村かのように扱って、9に投票するっていう、9を怪しむ視点っていうのがおかしい。9って、7を白弾きしてるよ。あの段階で、最終発言で。釣られるよ、普通に。9の字のないって。そう思わん。なのに6はやっぱり9999って8989って言ってるんでしょ ?3 の新要素って何。わしは話聞いてない占い師なんていらないと思ってるから、3は偽やと思ってる。お前がちゃんと聞いてねえんだよ。熱動した熱動したって2、3あたりからずっと言われてるけど、熱をしてないし。話ちゃんと聞いてるの君だから、サンバーさんね。それでわしを人狼だと思って釣りに来てるところが3の偽要素って言ってんのよ、6番。6番絶対何かしら人外でしょ、これ。って思ってるけどな。違う ?1 は2周目で白いって言ったけど、6目線5と7ってどこで白くなった。なんで9が人狼になった。8、9人狼になった理由は何も言わんやん。絶対おかしいって、6番は。9番のプレイヤーは発言してください。私は7番さんを弾いてるんで、6級の精査でいいと思っています、村目線は。6番さんに関しては、皮肉だっていうけど、私目線は6番さんが最終的に1番さんの進行論が面白いって言って、4番に対して、4番はそんなにつまらないとか楽しくなかった、面白くなかったよって言ったけど、6番って1番が、それが面白い、いい進行論だって言ってるんだったら、いい進行論とは言ってねえだろ。印象がいいっていうふうに見えたって思ったんですよ。捏造するんだね。ただ6番さんって5番と1を若干、5番と1番からは殴られたっていう認識がないと思ったけど、6って5と1の精査を若干
してると思ったから6番さんの言ってることっておかしくないかって言った。それに対して7番さんが、すぐ6番さんの指摘を入ったから7番さんは白いんじゃないかって言った。だから7は2周目になっても白いから7は白はじきでいいんじゃないかって言った。8と3の精査に対しても3番が7と9が把握漏れをしてる、捏造してるから黒いって言って、3番目線ってそれを7と9の黒さとしか置いてないから、捉えてるか捉えてないかの違いだし、これは、6番さんの精査の違いだと思ってるけど、私は6番さんのその発言がプラス思考だと思っているから、うん、1番さんと5番さんの精査が不当だなと思ったから6番さんがおかしいんじゃないかって言ったんですけど、で最終的に、私は7番さんを白はじきしているのに、6番視点で7番さんが白く見えるんでしょ、6って9黒く見てるのに、そこのおかしいな発言っていうのも6番さんの黒さとして村目線では見れないのかなって思うんですけど、それぐらいかな自分が言えることは。6番って7番さんが利用されてるよって言ってるけど、6番って7の白見えてるのって私は6番さんに聞きたいかなと思うんだけど。投票を始めてください。うわ、これはでもいいんではないですか。これ結果的に良いのか。夜が来ました。目を閉じてください。結果的にいいんじゃないか。これはう村人だと思い込んでた。完全に完全に村人だと思い込んでた。これ結果的にいいのか。冷静に見ると一番いいのか。処刑なしとか最高やん。人なら減ったでしょ。強人だから許せるな、これは。村だったらぶち切れてる。昨夜死んだのは、ああ、熱い。4番。熱い。この髪通るのも熱い。5番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、3番さんと7番さんの発言はよく聞きます。聞きたいと思っているのが、1番さんが投票を変えた理由を聞きたいと思っていて、1って。っていうのは8番さんのことを偽視していったんだったら6に投票変えられないと思うんだけど、それがめっちゃ気になってる。78なのこれ。ねえ、なんでだったんだ。ガス昨日4ってさ、7に第一投票入れてたんだから、普通に7行くと思ったら4番さんなんで票変えんのよ。まあ、3、7の欄なんで発言はよく聞きます。以上です。1番さん教えてね。以上。6番のプレイヤーは発言してください。7黒なの？8、9、もう、まあ、ほぼほぼさ、まあ、言ったらさ、もう7番さんってさ、全然話聞かないの。だからさ、もう、まあ、本当に申し訳ないんだけど、ちょっと他に言葉は見つかない。本当に申し訳ないけど、もう話を聞かない村人かなと思った。で、明らかに、私がさ、私の発言の、私は、2週目で1番さんのことをさ、白いって言ったの。これさ、明確に言ったけどさ、7番さんの中でさ、おい、今白いって言ったじゃんみたいな発言あったから、おい、マジかよみたいな。でさ、8番さん、9番さんあったらさ、もう 100% さ、その、あと2人だったら絶対突っ込み入るはずなのにさ、それなかったわけ。ってことはさ、もう8番さんってさ、もう完全に7ことをさ、利用しに行ってるなと思った。で、1番さんの言う通り、8番さんはさ、主観的な話をしなかったじゃん。だから、8番さんのことは偽って見てて、さすがに7、8はないなと思ったんだけど、3目線7、8ってことだよね。
いや、ちょっと、でもな。7、8泣くね どう、あんのかな、ちょもう柔軟に考えた方がいいよね。今日は3、7のランだもんね。7番さん、白だったらちょっと柔軟に考えてほしいね、もっとね。ちょっと待ってよ、ちょっとわかんなくなってきちゃった。わかんないよね。Q の話しようと思ったんだよね、今日。いい進行論だと言ったとか言って、もうそれも捏造してたよね。いい進行論とは言ってないって言ってるよ。そんな進行論があったら、まあいい、まあいいか。ちょっと三男、ごめんね。わかんない。7番。このプレイヤーは発言してください。誰やご主人様なの？絶対人外やん、6って。3、人外。もうこれね、わしの精査全部合っとるから、みんな聞いてほしいんだけど、うん、2、3っていうのは、熱をって言い出した張本人なんよ。1って多分何も分かってないような、精査できない人だと思ってるんだよ。で、5は確実に白いと思ってる。わしに投票してるけどね。で、そうなった場合って、6、9の精査なんだよ、わしは。そしたら9番さんが例えば人狼で8級とかね、9三人狼だった場合って、あそこでわしを白弾きできないと思うんだよ。9が人狼だった場合って7黒いですって言って7に投票すればいいやん。だから9を絶対村なんだよ。で8シーンなんだよ。で3偽ってなると26なんだよね。だから236人外ってわしずっと言っとるやろが。今日絶対3位行けよ。絶対に3位行けよ。負けるぞ。っていうか、カリードって4守んないで何やってんのマジで。おうおうおお。まあ、こうなった以上出ない方がいいけど、マジで鬱陶しいなと思ってる。マジで鬱陶しい。これ2、3人狼、6強人。もしくは3、6人狼、2強人。2、6人狼、3強人。これ全部あるやろ。絶対3位けよ、マジで。なんで捏造の話が始めたニュースさんが全部あっとるんやって。ちゃうか？うん。6がなんでこんなに7を村置きできんの？おかしいやろ。絶対人外だろ、これ。まあ、3位いくけど。8番のプレイヤーは発言してください。まあ今日3言ってほしいな。1占った理由って1メッセンってさ、俺偽で見るんであれば、初日に俺が7、まあ2週目もだけど、7白い、7白いって、そこまでがっつりするみたいな感じで、だったら1メッセンだったら、俺、ガチってわからん。の方が見えないかなと思って。で、なんか、7に入れてたのが6に変わって、その辺なんか東京の不自然さ、で、ちょっと一占ったのよ、白だったな。投票の不自然さっていうことで、まあ不自然じゃないっていうことで言えば、2が9に入れ続けてるのは実際不自然じゃないじゃない。間違った精査してもらう。自白じゃないな、それ。で、6番さんの、1が6に疑ってたんでしょ。あの迷いで、なんか、ちょっと村っぽく感じてしまったかなって。めっちゃ面白いんだけど、この村。そうなのかとか思うんだよね。なんだこれ。俺7はもう本当村っぽい、まあ、村で置いてるから、それ5が7に入れ続けてるのも気になるから、うん。でどこなんだよ、ちょっと分かんなくなっちゃったの2周目の。なんで？だってさ、からして、え、どういうこと？1がさ7からさ、うん、7からだって7のことをさ、だって3月クロスしてたんでしょ。で、それで6に変えた。でさ、で、しかもさ、8は7のこと白く見てたんでしょ？おかしくね？ 1 占いで言う。ってくれればな、1が6入れて、6人外っぽいと思ってくれてるんだったら、3に入れてほしいけどね。9番のプレイヤーは発言してください。はい、私は7番さんは絶対に白いと思ってるんで、7番さんに黒打ってる3番が似たと思っています。3番と8番の精査の時にも、3番が7と9が捏造しているから黒いって、それだけだったんですよ。
3番さんの7級の精査って捏造してるから黒いじゃなくて7と9の2周目の発言を聞いてでも3番でそれの意思が変わらなかったのかな。9は無駄なのこれ。率直に思ったかな。3の相方誰なの？6番さんの進行論っていうのはあくまでも6番さんの主観でしかなくって6番さん目線ではそれが皮肉だっていうふうに捉えたかもしれないけど私は6番さんのその発言単体の一個一個の発言を拾っていくと最終的には1番さんの精査が面白いっていう発言だったと思っているから、うん、だからなんだ私はプラスの印象だと思っているから6の視点はおかしいって落としてるからだから、そこを指摘した7が白いと思っているし、8番と7番と白いと思っているから、占い師精査としても、3点私を怪しむ要素としても、7と9を釣り合っているし。待って、誰がご主人様なのかわかんねえ。それだけで3番目線って7と9の釣り合を上げている段階だから、3と8の精査をした時も3番が2つだと思っている。それは2周目になっても変わらないかなと思っているから、自分は3投票かなと思っています。7番の黒は追えないと思ってるかな。僕がさ、一応さ、じゃあまあ仮にプラスの精査したとしたらさ、だってさ、5のことをさ、印象いいって言ってたから別に矛盾してなくね。7番しに5番さんが白かったんでしょ。5番て9番が便乗位置だから黒いから9でいいんじゃないかっていう精査も残していたから、別に7番さんって9番釣れたんじゃないかなって思うから、7番さんは白いんじゃないかって思ってる。だから7番さん。またご主人さん、どこへ8、9だと思ったんだけど、違うの ?1 番。のプレイヤーは発言してください。7番さんはうまい人狼の可能性あるから評価書めちゃくちゃしてるやんこの人って思って1回目入れました。7番さんって僕がまず最初に8番さんの偽予想を明確にってか僕2周目ほぼそれしか言うてないレベルで言ったつもりやったんですけど今から7番さんって評価書の動きをしていて1と5と9にまで評価書をしてたから2、3で合わせてね、6の考え方って、もう強靭でしかなかったですよ。6って、7、8も考えず、8、9、8、9ずっと言っとって、7が狼に見えたんじゃないって思ってしまったから、いや、あの、7が狼、ね、7、9でどっちか狼おるなって思ったけど、今日のこれ聞いて、あの、グレーでいるんやったら7やろな。って思ったのと、あと、2? まあもちろん2、3もあるから、もちろんこの後の発言追ってくんだけども、だからこそ6に入れた。6がもう強靭臭くて臭くて仕方なかったっていうのが、それは間違いない。7を構えに行った強靭しか見えなくて、それを指摘した7番さんって構わないよ、相対的に白くなるやん。だから、1日目の縄、あの、釣り回避にしてきた狼とも見れたけど、まあその指摘はごもっともやなって思って6に行きました。これが僕の、投票行動を変えた理由。9番さんの意見聞いて、この人は村でしょ。この人は村だと思うよ。あ、俺7行こうかな。2、3だったと、いや、わかんねえわ。2、3の発言聞くわ。わからんよね。7番さんの違和感で、僕が最初に8番さんの明確な偽理由を言ったつもりにもかかわらず、僕を省いて、よくわかってない村やろって、安直に省いて、評価中して、したムーブに見えてしまった。どうですか、2番さん。狼ですか。2番。のプレイヤーは発言してください。まずこの場面になってんやから狩り出ろや。俺5狩りやと思ってるから。5狩りやったらほぼ勝てるかなと思ってるけど。てか盤面固定はできるかなと思ってるかな。8の1占いってまずないと思ってるし、8の占い先って100俺やと思ってるけどね。うん、ね少なからず昨日怪しんでたし。うん。かな。占い先がおかしい、1占いっていうのは。まず狩りが出てくんね。俺5番狩りやと思ってるからさ、5狩り入れたらほぼほぼ盤面固まると思ってるから。今現状見てる盤面7、8か、3、1、6番さん強靭かな。ほぼほぼ。昨日9入れた理由は9番さん発言って明らかにおかしいんだよ。おかしいんだけど、盤面上で、9が3の偽追ってる、8は1白、3が7黒、9の狼ってありえないかなって占い先で思ってるけど、占い結果とかで。9の発言っておかしいね。6番さんが1番さんを面白いって言ってるのはプラスの感情だと思ってるから、6の5の精査はおかしいちゃうね。プラスの感情やからって色が落ちるわけないやろ。なら、キューバーさんは相当沼ってるか思考が全然違う人なんかなと思ってるから。ほっとく。今日の発言聞いて分かった。マジで分からん。どうしよう。今日の発言聞いて思考回路が全然違う人はこの人と思ったかな。マジで分からん。7番世代やったら7やと思ってる。7番さんの昨日の俺への触れ方っておかしいね。8の占い先は俺に入ってるから、5から9って普通じゃない。じゃあ1は ?8 番さん目線1は
1なんで省いたん。いやもう分かんない、どうしよう、分かんない。で結局1占い一人やん。8の占い先っておかしいね、絶対的に俺やねん。ちゃうか7番。でも7の占い先はおかしいね。黒いとも思えねえんだよ。8が真やったら無理やわ。占い先がおかしいもん、一人だけ浮いてるもん。2、3にかける？借りる位置が5やと思ってるから、5借りを置いたときに3、7か、8、ん？じゃあ、7、8か、3、7か。3番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ、昨日普通に7番さん、話本当に聞かない人だなと思って、なんか邪魔な存在だから本当に投票したんですけど、で、占ったら黒でした。シンプルに。あと7番さんって9番さんの紹介集をしてたんですよね。9だけは村やろって言って、6に対してずっと票を集めようとしてたっていうところが、まあ、強靭もあるけど、ローかなっていうふうに思って占いました。ほぼ7、8だと思ってて、9番さんに言われたんですけど、9番さん今日、7、8、9、ハッピーセットなのかな、これ。なんか、捏造してるから黒いとかじゃなくて、普通に6番さんの解釈を7番さんが間違っていて、そこに8が乗っかったでしょ。で、私視点8番って人外だから、その発言に乗っかった9っていうのも少なからず黒く見えるっていう発言をしたんですけど、3の方が真に見えるんだよな。なんか3の偽要素で上げてるのもめっちゃおかしいなと思いつつ、まあ、7、9どっちか占えばいいかなって思って。いや、これ、はい、いや、これ7に入れていい？あとなんだろう。8番さんの偽要素ですけど、なんか、2が9に入れてるのが、間違ってるのが、いや、僕ね、2、3の気がすんだよな。けど、8番さん視点で、私の相方が分かってないわけで、なんで2が9に入れてるのが間違ってる村人になるのかっていうところ、そこ、失言だと思ってるので、7に入れるわ。あえて7番さんに投票してほしい。2が1、3って口滑っちゃったのは多分、7番さんの見詰まりすぎてたんじゃないかな。5、カリとも言ってたし。3、2と6に。で、1隠しろでしょ。他は残りがさ、2、3しかないの。っていうのが、にして。みんな目線分かってると思うから、7に投票お願いします。はい。かなぁ。強靭位置、まあ、9か、はっきりしない。8の占い先はおかしいけど、でもそれ偽要素ではないよね。え、7行くか。ありえん。オラじゃないべ。え、ちょ、2、3であってくれ。7番。あ、まあ、どっちみち無理だったな。選ばれました。7番のプレイヤーは発言してください。なんかバカとゲームやりたくない。夜が来ました。目を閉じてください。てか兄さんじゃないこれ。この切れ方はムラな気がするんだけど。これどうなるんだ。あーもうどっちみちも PP、 いやもう三振進行でいくしかないよな。もう三釣りとかないよな。ないないない。てか噛んでっか。まあまあまあ、7つってっからもう新進行で。まあ、PP はもういいか。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。おお。おっと。5番。おっとのプレイヤーは、おっと発言してください。あれ西城、旧城。いや、絶対的に8って6占うべきだと思うんだけど。思いません？昨日めっちゃ悩んだ。え？2番さんってさ、隠し論状態になってるんでいいんすけど、
3の相方は3、1ってちょっとポロって言っちゃったじゃないですか。あん時に俺2番さんが人狼か狂人かどっちかの精査だって入ったんだよね。8七にそう思わなかった？あ、これ 7-8？ 6白見えた場合ってさ、もうほぼ 2-3 でしかない場面なんだけど、まあ8七に5もあるのかもしれないけど、思ったんだけど。あ、これ 7-8 ってこと？あ、いやでももうこれ行くしかないよな。8行きゃ終わる気も正直知ってるんですけど、なんで借りてないの？実践としてはあの36があるんで、まあ、ケアできる盤面だとは思うんですよ。増えてるんで、そこら辺は、まあ、皆さんの意見聞くっすけど、実践としては8釣りはワンチャンねえかなって思ってます。2番さんが強靭に見えて378の単体精査をしたときに8番さんが一番おかしいと思ったから8番さんじゃ7番さんに投票しました。やっぱ俺は捏造って捉えてるし、そこまで7視点で6番さんをロックできる理由が分かんなかったから7投票してます。以上。6番のプレイヤーは発言してください。狩り出ないんですかね。出たらもうほぼほぼ終わるんじゃないの。狩りどこ守ったか知りたいんですけど。え、出ない理由ある？え、なんで出ないの？もう無理だよ。ニーグッジョブは絶対できないよ。一狩りどこ守りですか。あ、5？ってことは、5白でしょ？ 1、2 白でしょ？三振だったら、7、8。7、8で、8振だったら、3、9？まあ昨日僕7入れてるしな。まあでも人のは増えたわけでしょ。いやもう行くしかないか。8行くしかないか。どっちみちね、7昨日落ちちゃってるからな。でもさ、3ってさ、8占うべき。まあ、いっか。まあ、8いっか。3級だってくれ。8番。3級だってくれ。のプレイヤーは。でもさ、発言し8が偽やったらさ。いや、西白だったよ。ってかさ、2番さん、チェプ占いのおかしいおかしいよ。2黒出すくね。ってさ、だから俺、一瞬言ったじゃん、2番が強靭に見えるって、俺の占いがどうしても欲しそうに見えるから、っつって。だから外すよ、占い1から。で、1番さん占ったりもちゃんと説明したけどね。うん。だから6番さんの迷いが狼じゃなさそうな気がしちゃってさ。あれ？いやー。んこれ。じゃあそうなると2、3狼なのかな。2が俺からの占い欲しそうにして強靭っぽく動いて狼だなって思ったんだよね。んだよね。白出す？なんか三狼な気がするけどな。ここで慌てて9に白出したの。9とか全然俺全然見えないけど、ね、だって9ってずっと3が偽3が。いやこれ3級じゃね。いやそうなるとやっぱ36なのか。6番さんちょっと、いやちょっと78あるないんじゃないのみたいな言ったのは6番さんが、うん、狼っぽく見えなかったんだけどね。いやー、これはもう、3に行ってくれ。3に行ってくれ。いや、待ってよ。8視点は6黒もあんのか、一応。もしかして3が強靭とかでさ、
7に誤爆してるとか可能性ある？そんなことある？ないでしょ。だって7って白いよね。どう考えたって白でしょ。はもしかして3強9番勝てるんじゃねこれのプレイヤーは発言してください。私は現状は7番さんの頃打ってる3番さんが偽だと思ってるけど、8視点で2が白、1が狩りで5守りでしょ。8視点で7の黒を今日追うんですか。7白いと思ってんだったら6級の精査でよかったんじゃないかって思うのが1点かな。私が3を認識してるのが3と9のライン切りなのか、6番さんが7、8を追ったり7を白に見たり黒に見たりっていうのが単独なのかっていうのが8番目線の情報がなかったっていうところが3級じゃねこれ。私は7番さんの黒が絶対にないと思ってるから3番さんに行きたいなって思っていますよ。ただ8時点で6級の精査は絶対つけてほしかったかなって思ってますけどね。8番さん目線で2番さんを占うのも今日じゃないと思っているし、初手で3人の囲いを追わなかった点っていうのも気になると思ってるけど、言うことないんだけどな。うん、私は3番さんでいいかなって思ってるけど、8番さんで気になる点っていうのもあるけどね。私が3番さんを2接したら8目線って8が新宿だった場合って3級も割れてるっていう線じゃないか、ね、いや無理だ。もうどっちみち8入れるしかないよ。自分は自分の城知ってるから8番さんが6級の精査をちゃんとしてほしかったかなって思ってる。8番さん真だと思ってるから。もう1日伸ばしても仕方ないしな。はい。でも8番さんって7番さんの黒軸を今になって追うんだったら、私は8番さんも怪しいと思ってるけど、私は変わらず3でいいかなと思ってます。1番のプレイヤーは発言してください。すいません、4番さん、まず本当に申し訳ない。いやめちゃくちゃパニックを起こして次の盤面まで考えてたら、いやこれ捨て声した方がいいんじゃねと思ってもし占いから釣りがかかった時って、そのもう一歩を噛まれる可能性あるからね。もし当てた場合、いやもうここはシーン、例えば僕今回だとさんまさんの方がシーンに見えてるからこそ、例えば8番釣れた後も3に神が発生すると思ったから、あでもその時は4守ってから3でもいいんかとりあえず捨て声した、そっちの方が場面見やすくなると思って8行きます8行きます。いや3級は見えないし、6もすごいふわふわしてるから狼っぽくないんだよね。だからなんか8番ちょっと諦めてる感じもあるし、8いきます。以上。2番のプレイヤーは発言してください。8の人生だと思うけどいいんじゃない。普通になんか8の真偽をつけるために3行っても縄数増えてるんだから。ちゃうかな、安定でいいんじゃね。だったら3つって8の占いバチコーンって決めてもらうよ。マジで。で、どこに出すか次第精査しようや。マジで。これでもよくない？情報落ちると思ってる。お、行くかな。行っちゃう ?3 の9占いだけは引っかかるからね。そこだけが懸念されるから3釣りでいいかなと思ってるくらい。だよね。8占いでよかったんじゃない？シンプルに。って思うから。そうなんだよね。いや、3の狼な気がするんだよ。まあ、1番さんが狩りか、5番さんグッジョブかと思ったけどね。5狩りやと思ってたから俺。1かっていう。まあまあまあかな。さまさない方軸やったら6かな。7、8か3、6やと思ってる。占いはほぼ狼やと思ってるからね。かな。占い狼じゃなかったらもう勝ち確定でしょ、こんなもん。ほぼほぼ、ほぼほぼ。ひっくり返るよな、3入れたとしても。かな。多分8釣りだよな。3からでいいかなと思ってるんだけどね、シンプルに。違うかな。なんか安定でいいかなって、長引かせても勝てりゃいいかなって。7番さん狼じゃないって一瞬思ったけどね。7が人外でさ、最後にバカどもって言ってさ、消えてったじゃん。7が人外やったらマジで人格がおかしいと思ってるから。いっぺん人間やり直せって思ってるから、7が人外やったら。それぐらいだと思ってるけど。3からでいいんじゃない？ 8 番さんの目線の黒軸落としてあげようよ。で、そこで精査すればよくないかな。8番さんは3番さん狼で思っとるんでしょ？かな。今思ってるのはそれぐらいかな。安定でよくない？縄数増えてるんだし、ゆとりあるんだし。以上。3番のプレイヤーは発言してください。なんか2番さん強靭なのかな、なんかよくわからないんだけど、8番さん行けばシンプルに
おそらく7、8ローだと思うので終わるんですけど、なんか8を占えばよかったんですかね。なんか普通に投票から9が怪しいなと思って、7、8、9で8が強靭の時、7、9とかもあんのかなっていうふうに思って占ってしまったんですけど、すみませんでした。はい、8番さんに言ってほしいんですけど、8番さんが6にも9にも黒を塗らないっていうのが今日の評価集のためだと思うんで、そこ、なんか、なんだろう、シンプルに普通に蜂釣ったら終わると思ってるから、蜂釣りでお願いしたいかな。なんか、他に言うことあるかな。7番さんの遺言は人外だ、あれで村だったらやばいでしょっていうところですね。投票を始めてください。白。3行くか。ありえん、オラじゃないべ。まあ、蜂釣られそうだけどな。3番のプレイヤーが選ばれました。3番のプレイヤーは発言してください。はい、まあまあ、ロー1人落ちてるので PP はないよね、ないよね。だからまあ仕方ないのかなと思うんですけど、2689、いや、どうなんだろう。これ76とかもある？ 76 はないと思うんだけどな。8行けば3出現してたわ。終わると思うんですけど。私全然聞いてなかったよ。もう、まね、8釣られると思って。いや、奥間さんのふわつきっていうのは気になったけど、普通に8行ったら終わると思いますくらいしか言えないかな。はい。疲れ様です。夜が来ました。目を閉じてください。8が僕に黒出してくれたら分かりやすい。分かりやすい。PP ないと思うって言ったわ。7村であの遺言おかしいって言ったけど、自分黒って。いやでもそこは別におかしくなくない？あ、そっかそっかそっか、僕黒打たれたら負け確なのか。薬、いや、でもそうやったら PP になるから、いや、6釣り、いや、6釣りはならんかい？朝が来ました。もう決め打ちでしょ、明日。昨夜死んだのは1番。いや、もうマジでわからん。2番あ、9黒のプレイヤーは発言してください。8番さん目線は9黒、8番さんは3オオカミで思う。そこだけ聞きたいかな。3級なのか、そこだけ聞きたい。3目線は7、8って言い切ってたから、ほぼ7、8を取るんやろね。まあ、6、8も見えんし、7、8ぐらいかなってところかな。むずいね。むずいね、これ。初心の9はおかしかったけど、占い師の新名がないのは圧倒的に8なんよ。7番さんも普通に黒かったし、ただ遺言であれで、ああ、もうこのセンサー無理か。遺言であれで7が人外やったら、マジでこいつの人格疑うよね。そこなんよな、人格センサーがいっちゃうよな。7がこれでマジで村でやっとるんやったらわかるけど、狼でマジでこれやっとるんやったら、マジでこいつの人格疑うし、ブロック関係やと思ってるからな。むずいの。むずいのと思うかな。いや、もうバカバカ。8番と9番さんの意見両方聞きたいけど、今現状はでもまだ8の方が偽やと思ってるかな。
八番さんのセリフを思い返すと、八番さんって視点が透けてる発言しかしてないなっていう印象があって、かな。色が透けてないとできない考察を結構しとったかなと思ってる印象かな。占い先もなんか一流になったり、一発目一流か、はぁと思ったし。俺を狂人に追ったとしても、一かと思った。一の狼ってほぼないと思った。八番さんの意見を聞いてもね。一の狼ってほぼないなと思っとったからさ。かな。9黒か、そこは悩ましいな。9は普通に1周目黒かったんよな、俺の中で。ほんとは9は3人入れてんだよな。発言聞いて決めたいけど、現状8人かやってるかな、まだ。5番。ちょっと、とりあえず、乱すか、発言してください。8つって終わんなかったら9釣ろうかなと思ってて、あまり3球っていうのはラインとして見づらくて、6球、3強だった場合に関しても昨日8投票してればいいだけだから、あまりここもラインがないと思ってて、あるとしたら3強陣の7球ロールしかないと思ってるから、8新世界だったら8釣りから入っても明日9釣れば終わると思ってる。これ強陣塗りできるよ、2にも5にもから8でいいかなって俺は思ってますくらいっす。他になんかパターンあります？6番さん。うん、暗いっす。満たす。6番のプレイヤーは発言してください。いやいや、5番さん、マジで言ってる。いや、今日決め打ちだよ。今日決め打ち。5がこれ強心なんじゃない、これ。5、いやいや、今日釣ってみてとかじゃないんだよ。強心いっから PP なんだよ、明日。釣ってみて終わんなかったらとか言えないんだよ。5強心じゃん、これ。いや、マジでね、わかんない。わかんないよね、これね。まず8番の3に関しては、1を占った占い理由が、7から6に変えたからって言ったんだよ。みんな。7から、1は7から6に変えた。決戦で6に変えたって言ったんだよ。それで1占う理由ってどういうこと？だってさ、8番さんってさ、7のこと白で見てたわけでしょ？仮にさ、1、7が繋がってたりして、7に集まりそうだからっつって、私、6番に投票を変えるんだったらさ、まあ、まだ分かるじゃん。でもさ、8番さんに7のことずっと白白白白言ってたのよ。おかしくね？単純に。と思いきや、でも、それだったらさ、でもね、8番さん目線9黒よりもね、2黒の方がね、楽だと思うんだよね。2、3黒の黒の方が。特にグッチョブ起きてさ、名前増えてるわけじゃん。だったら2黒の方が楽だよねとも思う。し、3が9を占う理由もよく分かんないよね。8のことを強人だと思うって、まあ、どっちか分かんないだったら、じゃあそれこそ8占うべきでしょ。だってさ、特にさ、奈良が釣られた後なわけだからさ、8占うの自然でしょ。これ分かんない。分かんない、これ。よし。8番のプレイヤーは発言してください。はい、9黒でした。初日1番占った理由っていうのは、まあ、もう一つあって、789に関しては3の芯切ってるから白だと置いた。で、2番が強人っぽい動きをしている、自分の占い位置に入りたがっているから、だから俺の占い先は156だったんだけど、で、6ってさ、789が入れてるわけだから、結局、まあ最終的に7届く1だろうと思ってるから1号の精算。いや、これ8死んだ気がするな。1号であれば5の方が白く向いてるから1占ってるしっていう話なんだけど、で、9番の黒目ってもう3の2席ってのにもかかわらず、結局昨日の発言で8にも引っかかるとこあるんだよなみたいなこと言って、なんか最終的に俺釣りをそうっていう、そういう9はやっぱ怪しいよ、単体で。で、5のあの動きって強靭だから。3、8やったよ。8、9の精査。まあ、でも3も昨日の感じでやっぱ偽っぽい気もするんだよな。に入れてください。いや、8がさ、2に白打つの。いや、6番さん、疑ってごめんだけど、ちょっと遠回しな言い方をしているからさ、6番さん。強靭やけどな。で、7番さんがそれに突っ込んで、7番さん白く見えてて。いや、けど3球だって。3級狼5強で、まあ、提出するんだけど、3級
通だったらちょっと思わなかった、ね、僕は恐縮したんですけどね。いやこれ死んだな8。昨日の最後の8。いやもっと8。申し訳ない。昨日2戦目あげた方がよかったかな。そんなにおかしくないでしょう。だって2番さん俺が占われたいみたいなことずっとで7番さん死だと思ってて、普通に負けたと思ったから死んだな。あんま考えずに2番さんになったところもあるんだけど、それは申し訳なかったけどさ、牙入れて。9番のプレイヤーは発言してください。はい、私は黒打たれるまで8が死んだとずっと思ってましたね。3番さんに7と9がごめんなさい、7と9が初手で捏造しているから黒いっていう発言が3番目線では私は不当だと思ったから、3番ってずっとそれで7と9を黒死していたから、私は3番が圧倒的に偽だと思っていたから、8番さんが死んだと思っていたから、私ごちゃごちゃやん、もう9が。で私は8番さんを釣ってくださいとしか言いようがないから、まあ自分の精査がミスってたのかなと思ってますけどね。いやてかまあ3級だってほしいよな、単純に3級で7、8だったのかな。7番さんが狼だった場合って全然9なんか釣り寄せるから、7番さんの発言力であれば7と9の精査をした時に発言精査すれば圧倒的に7番さんの方が発言力もあったから、7番って全然9なんか釣り寄せたんじゃないかなって思ったから、そこを7番って9番を省いていたところが、私は7番さんに率直に村嘘を取れたから7の黒が追えなかったんですよね。だから3番が7に黒を打った時に私は7の黒が追えないから3番が偽だと思ったんです。てかもう神なしでよくね、まあ、ただそれだけなんですけど、7番を私は白弾きしてしまったんで7番の黒が追えなかったから占い師の精査をミスったのかなと現状思ってます。はい、まあ、私は8番さんに言ってくださいと恋人主義なのになんで9死んじゃないの。もうガチ恋人主義だったよな、はい、ここまあ間違ってたら申し訳なかったなって思いました。いやこれ8いくわ、8いきます。投票を始めてください。いや3期だってくれ、オラじゃないべ。8でいいよね。わからん、8番のプレイヤーが選ばれました。きちゃー。8番のプレイヤーは発言してください。いやごめんなさい、本当に、心取れなくて神なしでいいぞ。いや、そうだよね、まあまあ、どっちでもいいや、おかしくないよね、これね。キバさんどこを噛むのかな。夜が来ました、目を閉じてください。みんな狂人使用したのよ。どうやって説得しよっかな。一番狂人がない人を提示すべきかな。朝が来ました。ロッカムなよ。昨夜は誰も死にませんでした。オッケーオッケー、説得系始まるね。オッケーオッケー。9番のプレイヤーは発言してください。いやもう教授がいなかったらもう自分はごめんなさいってしか言いようがないかな。私の考察力だったらどこが狂人っていうのが分からなかったし、狂人がいなかったらもう自分釣られて負けなんで、相方の人には申し訳ないなって思ってますね。まさか、なんか、むずいな。まあ、狂人がいなかったら自分は負けなんで、
じゃあ5釣るか。先導していた方には申し訳ないな、確か言いようがないです。はい、すいません。2番、いや、自投票だと負ける。のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。強靭仕様です。ちょっと待って、コインが足んねえ。オッケー。バチコは、キュアさん、5と6どっちも入れる方。まあ、いいんじゃない、どっちも。100勝ちだから、この番目。うん、5と6どっちでもいいけど、じゃあいいや、指定するは6でいいや。キムさん6でいいや。まあ、まあ、ちなみに興味アピールしておくと、あのね、決戦投票の時も俺が3って誘導したところかな。俺支援って3が7黒打ってるから、7番さん釣った後に釣り先3釣れば 100PP って起きないから、あ、PP ってか負けね。78ロードかになった時に負けが絶対ないから3釣ってるから、俺は。ああ9ローだったらうまいね。3級はうまいわ、それは。正直追ってなかった。正直3級は追ってなかったから超うまいと思う。8ローで追ってたから8かばうために3投票したけどさ。あとは、3級はうまいわ。境界集の話するか。かな。6番さん入れましょう。6番さん入れましょう。100勝ちです、これ。ああ、9番さん、ちなみに自投票なんて俺絶対飲まないからね。100言っとく。自投票なんてしたら負けるから。俺2票、9、2票って人外2票ずつだったら100負けだから、9番さん。6投票で、以上。5番。人狼狂い始まったなぁ。6番さんは発言してください。はい。6番さん投票します。いやー、グレーで黒かったのってね、7番さんと9番さんだけだったから。結構やばかったと思うよ、初日。てか、投票してごめんね。以上です。6番さん投票します。6番のプレイヤーは発言してください。まず、結局さ、9番さんってさ、7番さんのさ、評価集知ったでしょ。これ結局当てずな。まあ、正直、8級だと思ってた、ずっと。だから言ったじゃん、ずっと。8級だと思ってたって、7黒出た時点で。そこでちょっとね、えってなったんだよね。っていうのが、単純に私の強靭アピール。そして昨日さ、昨日に限って、私はもう8に入れる気満々だった。けど、場を乱したい。昨日の発言を思い出してほしいんだけど、私って8番さんの偽要素も上げたし、3番さんの偽要素も上げたと思うんだよね。で、8番さんが2位黒を出さなかったからっていう発言もしたし、1番さんの占い理由もおかしいって、8番さん軸で、3と8を両方ともイーブンに戻したよね。もうそれってさ、強靭しかメリットないでしょ、場を乱すのって。で、2番さんってさ、今さ、どっちでもいいよって言ったじゃん。どっちでもいいわけないじゃん。絶対一人に絞らなきゃいけない。で、昨日、どうしようかな、5にする ?5 番さんを噛んだわけでしょ。ってことはさ、5のことを強靭だと思ってなかったわけでしょ。だったら5の方が投票しやすいよね、9番さんって。5でグッジョブが起きたわけだしね。で、3番さんが偽だって明確に分かった理由があって、それは5のグッジョブが起きた時に慌てて9に白を出したからね。それって私が指摘したよね。なんで3って、8を占わなかったのって指摘は私がしたよね。それは、イーブに戻すための伏線ね。今日は5に行こう。5でグッジョブが起きたわけでしょ。で、狼は5のことを強靭だと思わなかったわけでしょ。じゃあ5に行こう。自投票はしないからね。9番さんは5。私も5に入れる。で、決戦になるけど、決戦が終わった後、それ大丈夫だから。3人でまた PP すれば大丈夫。で、5番さんはさ、8釣って9釣って強靭じゃ絶対言っちゃいけないこと言ったよね。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。よし、よし、しゃ、これは気持ちいい。5番のプレイヤーは発言してください。いや面白いよね。初日に2、5、6が急投票だからね。6番さん初日だけ理的強靭だったね。いや初日消えつっときたかったな。で4番さんがまさか票変えると思わなかったからさ、あ7番さんの色見たいんだと思って9ワンチャン釣られたもんね。7投票に変えちゃった。そこが敗因だったね。以上。
9番のプレイヤーは発言してください。はい、まあ巨人さんに救われた命だと思っています。ごめんね、疑っちゃったけど、38の生産、38の投票の時にも私は3番さんに入れるしかできなかったんで、あの時危なかったよね。まあ、3番さんと一緒に勝てたのかなって思ってました。すいません、確かに言いようがないなって思ってます。あ、カティさんとも7番さんは自分の目線は白かったんで、7番さんの境界知ってるから、7番しか私は、いや、これは神回でしょ、これは過去一番気持ちいいんだけど、なかったんですよね。うん、裏でも7番さんは私は白かったと思ってるんで、はい、すいません。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないべ。時短してくれるかな、2番さん。時短はしない。夜が来ました。目を閉じてください。いやー、これは気持ちいい、これは気持ちいい。あぶねー、なんかすげー面白かったな。処刑なしからのグッジョブでちょっと焦ってるな、かなり。そうそう、初日の投票がやっぱ面白かったよな。やっぱ人間しか見えなかったよな。いや、サンキュー、暑いな。朝が来ました。暑いわ、マジで。昨夜死んだのは2番。5番のプレイヤーは発言してください。まあ、サンキュー追えなかった俺が悪いわ。6視点で8と9の精査したときに、よう8投票できたと思うんだけど、なんか理由があったら聞きたいっすよ。6番のプレイヤーは発言してください。あ、ごめん、私に聞いてた ?8 に入れた理由 ?8 に入れた理由は、いいよ、8に。8に入れた理由は、もう8目線5でグッジョブが、起きてる状況下で2にのんきに白を出してたらさ、もう9白か6白ぐらいしか言えないのよ。もうとっさにでも黒って言った方がいいのよ、グッジョブ起きた時に。っていうのと、あと3番が、そのグッジョブ起きて、まあ慌ててたからか分かんないか、それか勝ったと思って慢心してたのか分かんないけど、まあ9占ったっていうのが一番のところかな。あと3番さんの最後ら辺の発言が、なんかちょっと、縄増えて不安に、げに感じたってところかな。あ、ごめんね。長くしてごめんなさいね、霊界の皆さん。じゃあ、今日5。あ。やばい。投票先、大丈夫かな。9番のプレイヤーは発言してください。まず投票先言ってくれ。はい、勝ててよかったと思ってます。6番さん、3番さん、大変ありがとうございました。投票を始めてください。大丈夫かこれ。まあまあ大丈夫か。ありえん、投票になれば大丈夫か。大丈夫だ、5に入れれば大丈夫か。投票になっても111だから大丈夫か。5番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了、人狼の勝ちです。めちゃくちゃ面白かったな。
いやー、これは面白い。皆さん、ね、これはね、チャンネル登録するしかないでしょ。チャンネル登録するしかないでしょ、これは。あ、反省会なかった。いやー、神回だったね。いやー、過去で一番面白かったかもしんない。いやー、よかったー。強靭ムーブしといてよかったな。ちゃんとさ、5番さんもさ、2番さんも強靭使用したね。危なかったな。強靭使用したのもよかったし、強靭ムーブしたのもよかったな。いやー、面白かったですね。これみんなタイトル決めるか。お疲れ様でした。ありがとうございました。